皆さんこんにちは。都の城学校給食センター栄養教諭の内山と都の城市 PR 部長のぼんちくんです。5月に広島で開催の G7 サミットに伴う G7 宮崎農業大臣会合まで約1ヶ月となりました。そこでこの記念すべき会合の開催に合わせて3月13日からの週でサミット給食を実施します。そしてこのサミット給食の提供を通して皆さんに世界の食や農業について考えてほしいなと思っています。さて今私とぼんちくんがいるこの場所はどこでしょう。そうです、ここは宮崎県庁です。ただいまこの県庁の中にある G7 宮崎農業大臣会合推進室ではこの会合に向けての最終準備が着々と進んでいます。そこで今日はこれからこちらで働く素敵な方に直接インタビューをして G7 サミットについて教えてもらおうと思っています。それでは早速行ってみましょう。G7 宮崎農業大臣会合推進室にやってきました。それでは行ってみましょう。失礼します、こんにちは。この素敵な笑顔の方はこちらで働かれている黒江信明さんです。それではこれから宮崎で開催の G7 会合について宮崎県庁 G7 宮崎農業大臣会合推進室の黒江さんに教えてもらおうと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて黒江さん、先ほどから G7 って何回も出てきているんですが、この G7 って一体何なのでしょうか。はい、ではみんなが大好きなクイズで G7 について紹介しますね。では問題です。 G7 宮崎農業大臣会合の G7 とは一体何の略でしょうか。 1. 世界の中で頑張っている7人が集まる会議の G7。 2. マッチョなじいちゃんが7人集まる会議の G7。3. グループオブセブンの略で7つの先進国の首脳が集まる会議の G7。 正解は3のグループオブセブンの略で7つの先進国の首脳が集まる会議のことです。そしてここ宮崎で来月開催される G7 宮崎農業大臣会合は7つの先進国、フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダの7カ国および EU 各国の農業大臣が食料安全保障や農業の持続可能性などについて話し合いが行われる予定です。へえ、そうなんですね。農業がとっても盛んで、おいしいものがたくさんのここ宮崎で開催なんてとっても嬉しいですね。そうなんです。だから宮崎県としましては、ぜひ皆さんと会合について盛り上げていきたいと思っています。承知しました。じゃあ、ぼんちくん。私たちは都城の学校給食で、この G7 宮崎農業大臣会合を盛り上げることにしよう。おお、よろしくお願いします。えいえいおー、せーの、
都の城に帰ってきました。ということで、都の城学校給食センターでは3月13日からの週で G7 のメンバーであるアメリカ合衆国の家庭料理ポークビーンズと宮崎の食材がたくさん入ったちりめんサラダを組み合わせたサミット給食を実施します。で、私は宮崎出身だからあんまりアメリカのことは知らんとよね。で、ぼんちくんも都の城市出身やもんね。あ、そうだ、あの先生にアメリカのことを教えてもらいに行ってみよう。こちらは都の城市内の中学校で ALT をされているリリアナ先生です。リリアナ先生、今度学校給食でポークビーンズを取り入れたサミット給食を提供するんですけど、本場のポークビーンズもこんな感じですか？あ、はい、そんな感じです。豆がいっぱい入ってますよ。アメリカの料理には豆がいっぱい使われますよ。なるほど。リリアナ先生にお話を聞いたので、給食のポークビーンズも本場のものに近づけるように今度調理員さんと頑張って研究していきますね。ぜひ頑張ってください。さて、皆さんは食料自給率という言葉を聞いたことがありますか？食料自給率とは、自分の国の食べ物が自分の国でどれくらい作られているかを表す割合のことを言います。リリアナ先生、はい、アメリカは農業は盛んですか？ええ、もちろん。アメリカの食料自給率は約 120% で、アメリカ国内で消費される食べ物は自分の国でほとんど作ることができてますよ。そうなんですね。 120%、すごいですね。というのも、現在の日本の食料自給率は約 40%。 残りの 60% は海外からの輸入に頼っている状況なんです。都の城ではこんなに農業が盛んなのに。はい、皆さんが日頃食べている学校給食も、今回紹介しているサミット給食も、実は世界のさまざまな国とつながっていなければ提供できないんです。そうですね。この機会に、私たちの現在の食生活は世界のさまざまな国の農業が支えているということにもぜひ気づいてほしいなと思っています。いい機会ですね。と同時に、地域で採れた地場産物を積極的に食べて、都の城、宮崎の農業を守っていくこともとっても大事です。都の城市の学校給食でも地場産物の活用はこれからも積極的に行っていきたいと思っています。アメリカも頑張りますよ。4月22日23日に開催の G7 宮崎農業大臣会合まで約1ヶ月です。サミット給食を食べて、みんなでこの会合を盛り上げていきましょう。一緒に頑張りましょう。A A O